Hey everyone, it's Froggy, and I'm back again with some more amnesia memories, so I'm just gonna go ahead and start. Received a message. I forgot to mention this earlier, but I'm normally at the university laboratory on Wednesday. If you don't have any other plans, you can come by. Have you visited Seichi University before? It's near your house. You should be able to get there easily, as long as you have a sense of direction. But if something happens, call me. Huh? 何も大学の研究室にまで彼女を呼び出さなくても。行ったところで昨日みたいに放置されそうだけどな。Yeah, but I get to spend time with him. それにしても、来たことがあったかって疑問形で聞くってことは、君とは別の大学なんだね。Mm. 教室と生徒の禁断ラブの線はなしか。チェ。いや、障害は少なければ少ないほどいいんだけど。それなら何の教え子なんだろうね。付き合うことになった経緯なんてきっと君にとって大事な記憶だろうし、うん、ケントとの関係性はぜひもっと探っておきたいよね。じゃあとりあえず大学の研究室とやらに行ってみる？ Yes. 大学の名前は教えてもらえたから前みたいにネットで調べれば自力でたどり着けるんじゃないかな。まあ家にいても刺激がないし、またバイトのマニュアル持ってってケントの横で読んでればいいよ。よし、そうと決まれば着替えて聖地大学に出発だ。 Sounds like a plan. Maybe we'll meet Ikki. 1 hour later. よし、問題なくたどり着いたね。こんなに簡単でいいのかってくらい。ケントは研究室にいるって言ってたけど、何研究室なんだろう。付き合って1週間とはいえ、さすがに前の君もそのくらいは知ってたよね。直球で何研究室にいるのとか聞いたらまずいよね。どうしようか。迷ったら電話しろって言ってたけど、電話したら確実にバカにされるし。I'll try calling Kent. I'll try asking people around here. No, screw other people. Let's ask Kent.まあ、嫌味の一つや二つは覚悟して電話してみようか。Oh, I am. あ、とりあえず何研究室とか聞かずに迷いましたって言えば記憶喪失は疑われないと思う。迷ったのか？まあ、そんなことだろうと思ったよ。今、君を迎えに行こうと思って下に降りたところだ。今、どこにいるんだ？しばらくそこを動かずに。Oh, well, that's good. He's not making fun of me. ここまで来て迷ったのか。私の研究室を知っている人間なら、その辺をうようよと歩いている。君は本当に頭の回転が悪いな。But I wanted to talk to you. だが、君から頼られたのは、あ、いや、電話をもらったのは、これが初めてかもしれない。So there you go. 君が道を聞く相手として、他の人間より私を選んだのなら、その判断は的確と言えるだろう。No, he's blushing! Look at that face! He's so cute! その、なんだ、行こうか。なんだよ、照れるなよ。てか、付き合ってるくせに、こっちから電話したの初めてって。君、メールの返信もしてなかったよね。なんなの？ケントが好きだったんじゃないの？二人して複雑だな、もう。Yeah, really. はい、って好きにしてくれ。Thanks. この部屋は数学科の院生以上が研究に使う共有空間なのだがな、実質的には私の私室のようなものだ。So he does share this room with Ikki. 特に水曜は誰もいない。友人も好きに入り浸っている。君も楽にしてくれ。あ、やっぱり放置された。Well, we knew that was gonna happen. 楽にしてくれって言われても、見るからに職場っぽいこんな場所でくつろげないよね。にしても、ケントは数学科に在籍してるんだね。うん、そんな感じ。何の研究してるのかな？院生以上が使うって言ってたから、院生以上なのは確実だよね。いろいろ聞いてみたいけど、邪魔に思われそうな気もするね。
バイトの勉強もしなきゃだし。どうする？話しかけてみる？Would you like to talk? Docs. No, let's talk to him. 話？君と私の間に何か有益な議論が成立したことがあったかな？サンプルがあれば聞かせてもらいたいが。私の知っている限り、君が拙い疑問を呈して私に時間を浪費させるか、口論になるかの二択だったと。Well, that's not very nice. ああ、もしや君の言っているのは、議論ではなく会話ということかな？私も友人との間では、議論に満たない雑談を交わすことがある。その類のものを要求されているのだろうか。そう、そうです。びっくりだ。話が通じた。もしや、君の不満というのは、会話が不足しているという点だったのか？ Yes. しかし、会話というのは自然発生するものであって、要求されてするものではないだろう。Well, you're not talking to me otherwise. やぶから棒に会話をしろと言われても難しいが、そうだな。何でもよければ話をしよう。うん。これはせいぜい雑談程度の話だが、私の専門としている数学という学問は常々誤解されがちだが、純粋な数学論理のみを論じているとは限らない。実際、純粋数学の分野では、論理と定理をいかに美的に構築するかという問題を重要視するが、私は否定的だ。私の興味は、主に定理を利用して物理現象をどう定義するかという部分に集中しており、その手法として、長くなりそうだね。はあ、疲れた。もう夕方だね。どうする？そろそろ帰る？っていきなり立ちはだかるな。でかくて怖いんだから。君はなぜ怒らない？なぜ文句を言わない？君の態度には疑問点が多すぎる。3日前の喧嘩の後、君に何が起こったんだ？もしかしたら君も私と喧嘩をすることに飽きたのではないかと思うのは私の勝手な考えだろうか。 Two? So you're tired of arguing? え？交際の第一段階は可能な限り共にいることだと聞いたが、では第一段階はどこで終了なんだろうか。共に時間を過ごすことで何が変わるのかわからないが、実際に君の態度は変わったようだ。これを私はどう捉えたらいい？もし君が私への気持ちを少しでも変えてくれたのなら、私は。ん？動くな。動くと死ぬぞ。は？誰？ I was hoping we'd see Iki。一級か。私の嗅覚も落ちたものだな。君の侵入に気づけないとは。僕の勝利だよ、ケン。何か家族に残したい言葉はあるかい？そうだな。私は精一杯戦ったと。伝えよう。って何なのこのノリ？いきなり何やってんの？あんた誰？さあ。答え合わせをしてみるがいい。君の数学パズルは解いてみせた。正解だ。腕を上げたな、一級。君のおかげでね、ケン。何なの？ケンとの友達なの？あれ、この可愛い子誰？数学科の子？なんで黙るわけ？彼女は。私が現在交際している女性だ。は？交際？何それ？真剣にってこと？また何かの実験とか研究とか観察とかじゃなくて？ Well 違う。はじめまして。僕は一輝。一休なんて味気ない名前で呼ばないでね、お嬢さん。おい、何をしている？見てわからない？君がやきもちを焼くっていう、一世紀に一度あるかないかの事態を見てやろうとしてるんだよ。ねえ君、僕の目を見て。そう、
じっと。一休、それだけは許さないぞ。へえ、怖いな。ケン、僕の力は信じないんじゃなかったの？やっぱりいつも見てるだけあって心配なんだ。Oh, beautiful Iggy. ねえ、君の彼氏はあんなに焼いてるみたいだけど、君はどう思う？僕の方がいいと思わない？何このナルシー君。ケントもあれだけど、こいつはもっとあれだよ。I still prefer Kent. What are you talking about? What are you talking about? 何を言ってるも何も。前に話しただろう。こいつは自分のメガだな。え、ちょっと待って。何それ。聞いてないの？そういえばそうだな。嘘でしょ。本当に？ごめん、ケン。僕本気で口説いてもいい？いいわけがないだろう。あ、そう。じゃあいいけど。へえ、びっくりだな。聞かない子いるんだ。何言ってんだろう、こいつ。聞くとか聞かないとか、何か催眠術でもやってたのかな。ははClover versus Spades. My baby can't wins. Kimi, 改めて紹介しよう。彼のことは前に話しただろう。私の悪友だ。自分の目に媚薬のような効果があると信じている。いや、本当にそういう効果があるんだけどね。全く聞かない子は初めて見たよ。あ、わかった。もしかして君、僕の目の力を跳ね返すくらい剣に惚れ込んでるんだね。ありえないな。で、なぜそこであんたが否定するんだ、ケント。彼女は私を嫌っているよ。いや、憎んでいるかもしれない。Why don't hate you? ん？ねえ、どういうことだと思う？ってあれ？聞いてる？フラッシュバックタイム。君が私のことを嫌っているのは十分理解している。十分すぎるほどにね。いや、嫌いなどという言葉では生ぬるいか。もしかしたら私は憎まれているのかもしれないな。そう思えるね。うわ。どうした？何？頭がクラクラする。ねえ、大丈夫？どうしたの？大丈夫？貧血か？無理をするな。少しそのまま横になっていろ。すまない。嫌なことを思い出させたか？ Well, you're right on the mark. 複雑そうな話だね。そうでもない。おそらく聞けば単純な話だ。特に君にとってはね。それじゃあ後で一杯飲みながらゆっくり聞こうか。そうだな。No, say now. ちょっと待って、その話、僕たちも聞かせてほしいです。ね。Can I go too? I'd like to go, but I can't, right? Yeah. 当たり前だ。君は未成年の上に、今まさに貧血で倒れているところだろう。では、私は帰り自宅をするとしよう。君は良くなったら帰れ。You're not even gonna see me home? はあ。話まとまっちゃった。仕方ない。今日は帰ろうか。Well, that's irritating. はあ、今日はびっくりしたね。確信に迫る事実が聞けなかったのは残念だけど、でも記憶が蘇ったのは大収穫だよ。さっきめまいを起こす前に見えたのって君の記憶だと思う。突然過去のビジョンが映し出されたから。ショックでフラッと来たんだよ。きっと記憶をなくす前の君にとって強烈な印象のある出来事だったんじゃないかな。何しろ真っ白な記憶の中で初めて蘇ってきた思い出だもんね。私は君に憎まれているのかもしれないか。ケントは変なやつだけど、憎んだりしなきゃいけない理由って今のところ全然見当たらないよね。君ってケントのこと好きだったわけじゃないのかな。ケントは君といつも喧嘩してたっぽい口ぶりだけど、
それってただの痴話喧嘩じゃなかったのかな。まあとりあえず今日はゆっくり休もうか。明日から3日間バイトだしね。 Right. Oh, Ikki. Hi. How's it going? August 4th.I'm going to end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more videos like this one, then click the i at the top and don't forget to subscribe. Thanks for watching.